皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はグリッチを使用したヤバすぎる裏世界を2つ紹介したいと思います。1つ目はチャプター12のサラザールを倒し終えた後、この場所で壁に背中をくっつけながらスコープで足元を覗きます。オートセーブが見えたら即ロード。そうするとレオンが壁に埋まるので、後ろに下がったら右に歩いてここを落ちます。そうすると謎のエリアに到着。レオンの胸近くまである謎の赤い液体とうごめく肉塊があります。かなり不気味ですね。編集で明るさを上げていますが、実際はかなり暗いです。ちなみに場所はサラザールと戦闘したところなので、サラザールと何か関係があるかもしれません。この肉塊はどうやら撃っても意味はないようです。サラザールと戦った地下にまさかこんなエリアがあるのは驚きですね。しかも謎の肉塊で埋め尽くされています。簡単に行けるので興味ある方はぜひ行ってみてください。次はチャプター16、サドラ倒し終えた後脱出するところですね。なるほど。この場所でスコープを覗きながら背中をくっつけてボートに近づくとオートセーブが入るので、また即ロードをします。するとこのように裏世界に行くことができます。本来ボートで通る道の下側ですね。この裏世界かなり広くて、いろんな場所を見ることができます。まっすぐ進むとトンネルが見えて、ひたすら進むことが可能。しばらく歩くとトンネルの雰囲気がガラッと変わります。難易度を下げると爆発までの時間が延びるので、チャームのセミ書なんかと合わせて好きに探索すると楽しいかもしれません。難易度がプロフェッショナルだとオートセーブがないのでご注意ください。ということで、簡単に行ける裏世界2選でした。この動画が少しでも面白かった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。